あれ？いつもより荷物が上げやすい？皆さんこんにちは。実はこれ、荷棚を利用しやすいように全車両で荷棚の高さを100ミリ下げてあるんです。今週は3万AK に散りばめられた機能面の工夫をご紹介します。まず車内に入ると目につくのが、車内の乗降口上部に設置されたワイド液晶ディスプレイ。乗り換え案内や駅設備案内などを分かりやすく表示し、4カ国語による案内を行います。また乗降口横にはベビーカーや大きな荷物を持ったお客様にもご利用いただきやすいような広いスペースを確保し、大阪・関西万博で大阪を訪れる海外からのお客様にも快適にご利用いただけます。他にも全車両への空気浄化装置、車内 Wi-Fi の設置など、皆様に便利で快適にご利用いただくための工夫があります。バリアフリーの取り組みとしては、近年の新造車両と同じように床面高さを40ミリ下げ、ホームとの段差を小さくしたり、優先座席部のつり革・手すりをオレンジ色にし、背もたれを一般座席と違った色にすることで、優先座席をより識別しやすくしました。また乗降口の下レールの切り欠きは、車椅子やベビーカーがより乗り降りしやすいための工夫なんですよ。たくさんのお客様により便利で快適にご利用いただくための工夫が詰まった3万 AK は7月に運行を開始しますので、ぜひご乗車ください。また2023年4月には万博に向けて導入する新型車両400系の運行を予定しています。おっと、メトロニュースボリューム125で出題した万博後はどうなるかの答えがまだでしたね。クイズの答えを教えてもらえますか？はい、万博後は現在アニマス線を走る22系の更新車両として緑から紫にデザイン変更してアニマス線を走ります。皆様から愛される車両を目指しますので、ぜひご乗車ください。またお会いしましょう。またお会いしましょう。